俺のやつはスキンヘッドのやつで、前、仮面の時に言ったら、ラーメン食い行くぞのやつは、大手間の担当してて、で、なんか、受かった少年がいたのね。で、こう席に座って、そいつが、はい、なんか、住所の番号、下、なんか、住所の番地だけ言ってくださいとか言って、もう見ないで、その子が立って、なんか見て、そしてもう、その子が、はい、はい、なんとかのなんとかですって言って、もう、ファイルで顔隠して、お前、囚人かよと思って。で、携帯番号の下の桁を言ってって言ってください、言ってくださいって言われて、はい、8520ですって言って お前、何も悪いことしてない、なんでそんな罪人みたいな。もうさ、なんだろう、その教官との関係性の中で築き上げられたんだろうな、そういうもの。あ、人ってこう警察の服着たやつに存在に扱われると囚人みたいな態度になるんだな。やばいね。俺なんかあれって人間のなんかね、あれを見たよ、あれ。それに負けなかったのは秀樹だもんね。うん、そずっと、えっう。ていう、何？そうです。うん。で、俺とこの前の同じこと言ってて、そいつ、ちっちゃい声で、白いカード出してくださいってこう言って。出たと思って、これ、いつもそのやり方なんだと思って、で、その大学生も俺と一緒で、え、はいってなって、で、それなるなると思って、白いカードってまた言って、その子も、あれだみたいになって、少々お待ちくださいとか言って、ここにあったんだけどなとか言って、めっちゃ焦って、で、見つけて出して、あいつの白いカードマジうぜえと思って。それでもいいやつとマッチングしたね。そう、いいの見れた。それぐらいこびた方が免許を取れるぞって裏技なんじゃね。でももう取れた後にやってんだよ、それ。確かに。取れた後だもんな。逆に言えば取れた後は悪ぶってもいいもんな。なんだよ。なんだよ、おめえよ。って散々言ってきたけどよ。って。カードってなんだよ。最後に囚人になるという、なんかよくわかんない展開やつ、そいつ。いや、権力って怖い。権力に屈するやつって面白いね。あの構図を、なんつうの、構図を受け入れたやつの、なんつう、滑稽さ。どういう見た目なの、そいつは。普通の大学生で、髪型も普通、なんかまあ真面目そうな子だよ、でもまあ。チャラチャラしてはいない。俺、普通のやっぱり自動車学校で完結するところで行っちゃったから、そのなんかないんだよね、その警察署の警察官の威圧感とかはやったことない。っ試験の時だけでしょ。警察行ったの。ていうかね、そう、その学科の試験だけかな。運転的な部分は全くそう言ってないから。だから運転も試験も全部警察するの。すごいわ、それ。これ取りたいね。降りたい。うわー、どうする？なんか自分の中でイメトレしていくと、なんか、左とか左寄せ。でも嫌なのがさ、やっぱイレギュラーやってくるじゃない？やってくる。でも一番ムカつくのは自転車じゃない？自転車ムカつく。あと、路駐ムカつく。路駐ムカつくな。だって路駐したらさ、いちいちウインカーしてそう後よ。ろこうなって、あと、正面から何が来るかもさ、把握しなきゃいけないし、この感覚なら行っていいとか、この感覚が行かない方がいいとかさ、普通だったらさ、もう受かっちゃえば、受かったってさ、別に行けたら行っちゃっていいじゃん。そうだよね。それ大事だよね。そういうこと。むしろ大胆さがね。そう。だけど、そうじゃない場合だとさ、もうコースって決まってんの？もう。ランダムで5、6個、5、6個ぐらいあって、そこをランダムで走るから。言語化しちゃえば。自分は分かってる。この状況を理解してて、取るべき行動も理解してるっていうのを言語化することで、うん、俺もそう、それやろうかなと思って。あいつらさ、どうせ分かってねえんだろって思うかもしんない。で、落とすかもしれない。だから、いや、もうそういう何とも判断しがたい局面には言っちゃうみたいな。どっちとも言えねえな、どっちとも言えねえな、これは、どっちとも言えねえな、どっちのパターンもあるだろうな、これな、実際問題な。つって。行くパターンもあるし、確実にこうだってことは言えないよな。臨機応変というか、やっぱ運転っていうのは状況に応じるべきだからね。そうなった時にこれそは。れ、止まってんの、それ。もういけるよってなる。
いやー、しかしな、この局面。この局面、どう考えても必ずなんてことはないよな。ハンドルから手離してくれくれ。それ、自分でやって笑っちゃいそう。いやー、この感じ、待って、左側に1メートル開けながらも、ドアが開くかもしれないから、で、こっちの人通れて、行くよね。でも2、3台飛び飛びで行ってるから、ここは1回左にウインカー入れないで、そのまま行っちゃっていいのかなとか言って。通りで右車線の車が多い理由っていうのは、そもそもこの道って路中が多いから、左車線を走らないために右に、もう右がちょっとした混んでる。そこだよ。わざわざ俺は左側を走って、ほら見たことか、路中があって、ウインカーで入れてくれ、入れてくれるか、それってっていう話よっていう。長いって今回落ちてしまった理由っていうのがさ、まあ今回は仕方ねえよなっていうわけじゃないわけじゃん。結構まあそれ言うみたいなので落ちてるわけじゃん。結構シビアだなと思った。そう考えたらさ、マジのミスしたらもう終わりってのが超怖くね。そう思った。もうその本当のやつやっちゃったらもうダメなんじゃんみたいな。うん、いやあれだよ、右折、交差点右折でエンストしたら一発アウトっていうのを聞いてたから、うんうんうん、それはなかったから別にいけるかなと思ったのね。うん、他のはなんかちょっと減点されて、まあ合格ラインだろうぐらいに思ったの。最短でさ、4月13とかだったの。いや、忘れちゃうよと思って。そっか。どうしよう、でももう一回さ、追加で金払って取るのも嫌だなと思って。うん、なんかで、荻窪のそのとこに電話したら、まあ、キャンセル待ちとか出るかもしれないから、もう毎日電話するしかないですよとか言われて。めんどくせえ。そう。で、1日目電話したら、でも50回ぐらいかけてやっと繋がって、で、自分の番号言って、8520です